ここは岡山県北部の真庭市にあるクセエスパスセンター。あれ、なんだか演奏が聞こえるよ。今演奏しているのはオーケストラのエスパス管弦楽団だね。綺麗な曲だね。ところで、たくさんの楽器があるけど、どうやってこんな素敵な音を出しているんだろう。ここで花火とサーチング。これは打楽器のティンパニという楽器だ。音が出ている時と出ていない時の様子を比べてみようか。音が出ている時だけ振動してる。そう、つまり音の正体は振動だ。振動が目に見えるようにオシロスコープでも見てみよう。これを使うと音を波の形で見ることができるんだ。音の大きさは何に関係しているの？大きな音を出した時と小さな音を出した時の振動を比べてみよう。振動の幅である振幅を見てごらん。振幅が大きいと大きい音が鳴って、振幅が小さいと小さい音が鳴るね。音の大小は振幅が関係しているんだ。お、これは弦楽器のバイオリンだね。これも弦が振動して音が鳴っているね。あれ、高い音や低い音はどうやって変えているの？高い音の時と低い音の時を比べてみようか。1秒間で振動する回数である振動数を見てごらん。振動数が多いと高い音が鳴って、振動数が少ないと低い音が鳴るね。弦楽器では同じ弦なら指で弦を押さえて弦を短くすると振動数が増えて高い音が出て、弦を長くすると振動数が少なくなって低い音が出る。これは金管楽器のトロンボーンだ。あれ、これは何が振動しているの？これは唇を振動させ、マウスピースを通じて楽器の中の空気を振動させて音を出しているんだよ。スライド管を動かすと管の長さが変わって振動数を変えることができ、音の高さが変わるんだ。スライド管を長くすると音が低くなる。オシロスコープの画面を見ていると振動数が少なくなっているよね。目に見えない空気も振動させて音を出すことができるんだね。ところで、オーケストラの楽器には形が似ているけど大きさが異なる楽器があるのはどうしてなの？いいところに目をつけたね。それぞれの楽器の一番低い音を聞き比べてみようか。小さくなるほど振動数が多くなっている。小さい楽器ほど高い音が出せるんだね。張られた膜の振動、弦の振動、唇の振動、それぞれの楽器は異なる方法で振動を生み出し音を出している。それらの特徴を生かし音色を一つの音にすることで美しい音楽を奏でることができるんだ。音の性質を分かった上でホールを見てみると面白いことに気がつく。こちらのホールはダンスや演劇で使われるプロセニアムという形式や、
オーケストラのコンサートなどで使われるシューボックスという形式があります。これらのホールの形式の違いは残響というものです。残響というのは音の余韻のことです。これらを調整してホールを一つの楽器のように響かせることで音を調整しています。座る座席によってもいろいろな聞こえ方がありますので、ぜひ自分の好きなベストポジションを見つけてみてください。へえ、ホールによって音の違いに差があるのはこういった工夫の違いなのか。本物の楽器に触れてみたい君、エスパスにはジュニアのバイオリン教室がある。興味がある人はいつでも見学や体験をすることができるぞ。本物の楽器の出す振動をその手で感じてみないか。本物に会いに出かけよう。いつも学びとタレント。